阪急梅田駅からどの路線に乗っても一駅で着く重曹。まずは西口からご紹介します。このディープな街並みを重曹を知り尽くした男がお届けする重曹完全攻略。十数年前と比べこの辺りはかなりテンポが変わっています。まずは改札右手に広がるションベン横丁へ。ここは重曹に来たら誰もが必ず訪れる場所なんです。安くて美味しいお店がたくさん立ち並んでいます。この辺りは平成26年の火事で39店舗が全焼してしまいました。そこから見事に復活し、少しずつ賑わいを取り戻しているようです。てっちりが980円なんて安いですね。てっちりとは大阪ではフグ鍋のことなんです。中身はトラフグではなく草フグなんですけどね。先ほど見えた重曹トリス、このバーは大変有名なんですよね。このトイレも大変有名ですよね。あれ、今は使用禁止になってるみたいですね。中はご覧の通り個室がなく壁のみなんです。当時は私も大変驚きました。突き当たりを左に向かってションベン横丁のメイン通りへ。現在緊急事態宣言が解けたとはいえ、昼間から空いているお店は少なくなってしまっています。火事が起きる前のションベン横丁、昔はこんなに栄えていました。ところで皆さん、ションベン横丁の由来はご存知ですか？昭和20年頃にこの界隈に生まれた闇市にルーツがあります。戦後の闇市には当然トイレがないため、店を出たお客さんがそこら中で用を足していた。それがションベン横丁の由来なんです。昔からあるお店、最近できたお店、比較的建物も綺麗になっていますね。あ、この焼肉屋、この焼肉屋は昔からありますね。あれ、ここにもてっちりがありますね。これはさっきのお店の裏です。大衆酒場平八、ここも昔からありますね。昼間からお客さんで賑わっていますね。その隣にある重曹村どたぬき、昔は栄町に店舗がありました。それでは中に突入してみましょう。安くて美味しい料理がたくさんあります。この店は店内喫煙可能です。大阪名物どて焼きと串カツをいただきました。とても美味しかったです。そして再び西改札へ戻り、左へ行ってみたいと思います。このパチンコ屋は昔からありましたね。焼き鳥屋本陣は昔からありますね。パチンコ景品交換所、昔からここにありますね。関西なのに関東にがありますね。ここからは若干怪しい通りになっていきます。ここは昔からあるプチ風俗街、風俗店やスナックが立ち並んでいます。この辺りのスナックは何軒か訪れたことがあります。とてもリーズナブルでした。昭和ながらのスナック、好きな方にはたまりません。ここは聞いた話によるとぼったくりはないようですが、ホステスさんはかなりご年配の方々のようです。そして再び西口に戻り、正面へ向かうと見えてくるのが見返りトミー君、重曹のマスコットキャラクターとして有名です。
ここは有名な昔からある和菓子屋さん、木安総本舗。みたらし団子が大変有名ですよね。ここはションベン横丁の裏手になる筋です。清ラーメン、ここも昔からありますね。そして横断歩道を渡り右側へ向かいます。ここも有名なスナックビルです。重曹に来た際はぜひどうぞ。重曹といえば栄町通り。一昔前と景色はかなり変わっていますね。ここには昔ピンクサロンが立ち並んでいましたが、今は店舗が変わっています。時代の流れなんでしょうか。太郎坊寿司が見えてきましたね。安くて美味しい昔からある寿司屋さんです。そしてその隣にあるネギ焼き山本、ここも有名で、重曹に来たらぜひ食べに行ってみてください。さて見えてきました無料案内所。ここはあの島田紳助さんの相方松本龍介さんが働いていた場所でもあるんです。文字が間違っていますが、島田さんではなく松本龍介さんです。すいません。お昼時からキャバクラ店が開いていますね。イルキャバでしょうか。右手に見える丸さん寿司、ここも昔からあるお店なんです。そして右の路地に目を向けてみましょう。この辺りは昔からある風俗路地。さすがに入ったことはありませんが、興味のある方はぜひどうぞ。噂ですが外国人の女性が在籍しているという話です。栄町通りの横にある商店街、ここは下町情緒あふれる商店街です。近くに住んでいる人たちの生活の拠点にもなっています。雰囲気がガラッと違いますね。再び栄町通りに戻ってきました。この辺もお店が一昔前と変わっていますね。あ、確かこの辺りでしょうか。面白いネーミングのお店があったんです。その名もドスケベホイホイ。変わってるでしょ。さらに進んでいきましょう。この辺はまだ昔の名残がありますね。昭和の香りがプンプンします。ピンクレディ UFO。 さらに奥へ進んでいきましょう。こんなとこにパチンコ屋はなかったですね。あ、大統領、懐かしい。チェーン店である屋台寿司も重曹に出店しているんですね。ちなみにここは昼でも歩行者専用道路なんです。東横インの奥に向かうとラブホテル街が広がっています。さて右手に見えてきました頑固炉端焼き総本店。あの有名な頑固の本店は重曹のこの場所にあるんです。栄町通りを抜け左に入っていきます。ここからは風俗ビルが多く立ち並ぶ場所になります。アルサロ、ご存知ですか。アルバイトサロンの略なんです。アルバイトといっても若い子だけとは限りませんよ。ボストンクラブ、見えてきましたね。
ここはアメリカのショーパブのように女性がポールダンスを踊っているのが鑑賞できるんです。入場料を払い、チップを買い、女性にプレゼントしているそうですよ。ぼったくりではない迷路会計が売りなんです。そして奥に目を向けてみましょう。古びたビルが見えてきます。この辺も風俗店やニューハーフのお店、飲食店なんかも立ち並んでいます。さらに奥に進んでいってみましょう。クラブバニー、有名ですよね。そして見えてきました、シズ。この店は知る人ぞ知る焼肉屋です。落語家さんや漫才師さんたちがよく訪れます。そして左手奥には大阪、いや日本で一番頭のいい公立校、北野高校があります。環境はあまり良くありませんが、場所を問わずできる人はできるんですね。さて右に目を向けてみましょう。ラウンジ、スナック、キャバクラ、韓国クラブなど重曹で一番飲み屋が集まっている場所なんです。出張客など多数のお客さんでにぎわっています。綺麗な女性が多数在籍していると聞きます。プロミスではなくフロミス、ここは銭湯をモチーフにしたセクシーキャバクラだそうです。再び西口に戻ってきました。横の地下通路を抜け東口へ向かいます。昔この場所に戦争で負傷した方が座っており、小銭をよく入れたのを思い出します。わずか2分で東口に到着します。まずは左手に見える重曹東駅前商店街を探索します。お店の数は減っていますが、向かい合った大きなパチンコ店は変わっていないですね。さらに奥へ進んでいきます。あ、この路地懐かしいですね。ビデオ試写室まだあるんですね。重曹屋、ここも重曹の老舗ですね。さらに奥に進んでいきます。この左手に風俗ビルがあったんですが、今はもうなくなっていますね。そして重曹の東改札のメイン通り、重曹駅前通り、ここは風俗店やラウンジなどはあまりなく、居酒屋、串カツ店など昼から飲める店がたくさんあるんです。
串カツ小だるま、ここはよく行きましたね。安くて美味しいお店なんですよ。さあ見えてきました、一軒目酒場。ここは非常に安いお店なんです。朝からベロンベロになりますよ。ここ左に抜けると駅前東通りにつながっています。そして右に向かうと市役所があります。その奥はラブホテル街だったのですが、今はかなり取り壊されています。いかがでしたか？まだまだ紹介しきれないところがありましたが、今回はここまでにしたいと思います。大阪に来た際はぜひ十三へ立ち寄ってみてください。楽しい街ですよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。